えっと、前田選手、えっと、年の戦にもなりますけれども、まずこの2023年、前田選手自身とふり振り返っていただいて、どんな1年でしたでしょうかいや、まあ、なんすかね、まあ、その前とかがなんか濃すぎたんで、そのワールドカップの前とかも、まあ、こっちに来たりとか、ワールドカップあってとか、なので、2023年はなんか、落ち着いて、なんか、まあ、いい意味でこっちで、 リラックスして過ごせたかなっていう感じなんで、特にどっか行くとかでもなく、落ち着いてなんか、落ち着いたなんか20、2 3年だったかないいうのを思いますまあこう今、セルティックに加入して、もうすぐ2年が経とうとしているんですけれども、まあ、先ほど申し上げたとおり、今夏にこう監督が変わったりなんかして、まあ、前田選手自身はこのまあ監督の交代というか、そういったものも含めて、どのようなこう今のクラブの生活を過ごされてるんでしょうか。 まあ、チームっていうのはやっぱりどんどん新しく、選手もそうですし、監督もやっぱり新しくなっていく中で、そこにやっぱり適応していかないと、生き残れないと思っているので、まあそこはまあ日々、うまくやりながらやってるっていう感じなので、まあでもまだまだ、向上できる部分はあると思うので、もっともっと頑張らないといけないかなっていうのを思います。まあ、前田選手自身はこう、まああまり怪我が、 まあキャリアを通してみても、まあ、あまりこう怪我をしないこう選手なのかなと思っていて、まあ、今回はまあ1か月近くこう長期離脱というのをしてたと思うんですけれども、その間はこうどのように過ごされたっていうのはありますかいや、まあ、特に普段の練習どう変えなく、はい、練習行って、リハビリして、で帰って、子供と遊んで、でまた次の日の朝。 グラウンドに来るっていう感じなので、普段の練習では、はい、特に変わってないです。離脱してる感、リハビリしてる感とかは、まあ、ご家族のサポートとかもあったと思うんですけど、ご家族のサポートとかもあったと思うんですけど、まあ、こう、ファンの、セルティックファンのこうサポートっていう意味では、どのような形でこう支えられたとか、なんかメッセージ、特別なメッセージもらったりとか、そんなことはあったりしました。まあ、そうですね。まあ、試合を、まあ、チームは進んで、 試合をやっていく中で、まあ、僕はその場にいなくて、まあ、でもなんかメッセージとかで、早く戻ってきてくれみたいな、そういうメッセージはたくさんもらえたので、もう早く戻りたいなって気持ちになりましたし、まあ、そういった人たちの前でやっぱりプレッシャーなっていう思いはありましたね。Twitter でもこう、I will be back みたいな、こうすごく力強いメッセージ残されたと思うんですけど、まあ、そこにも結構温かいメッセージとかをもらったっていうような感じですかね。はい、そうですね。 話は変わってこう30日にこう、まあ、あと、まあ、今週の土曜日ですね、まあ、大切なレンジャーズ戦があると思うんですけれども、まあ、それを向けた意気込みっていうのは、どのようなものでしょうか、こう勝てに自信っていうのは、やっぱり自信というか、チームの中でもやっぱりあるっていう感じですかまあ自信はまあもちろんありますしあ、本当に相手もいいチームなのであ、でもホームでやっぱり僕たちはできるので、しっかりホームの、まあ、ファン、サポーターの後押しをもらいながら。 いいいいをして勝てて勝ればいいかなっまあこのレンジャーズ戦まあもちろんどのような時期でも大事な試合だと思うんですけど、まあ、2023年をこう締めくくるという意味では本当に重要な試合だと思いますけれども、まあ、前田選手はその試合の中でもし出場できるってなった場合はどんな役割を果たしたいとかっていうのはありますかうんまあやっぱり勝たないとやっぱり、うん、本当になん,ていうんですかね グラスコでの生活が変わるぐらい、本当に大事な試合なので、まあ、しっかり、はいまあ、得点やったりアシストやったり、まあ、その以外のところでもやっぱり貢献、はい、できればいいかなっていうの思います、えー、最後に、まあ、これは質問ではないんですけれども、まあ、2023年も、まあえー、と年のせいですので、最後に、えー、とセルティックファン、まあ、日本のファンに向けても、何かメッセージをいただければと思いまこ、えーまあ、今年1年ありがとうございました。来年もよろししくお願いします